高木選手、前半最終戦2ゴールおめでとうございました。ありがとうございます。開幕から振り返っていかがですか？苦しい時期もありましたけど、しっかりみんなで乗り越えられたかなと思います。首位でシーズン折り返せたっていうのはやっぱりこう大きな自信になりますか？そうですね、まあ、そこはあまり気にせず目標を追いかけるという意識でやってます。去年も今年と同じ12勝でシーズン折り返しましたけれども、ちょっと後半苦しい戦いが続いたかなと思います。その時の教訓とかって生かされていますか？今のチームは本当に順位にこうあまり影響されないというか、勝っても反省するところはするし、負けてもこう、まあ、いいところ見つけたり、また課題を改善したり、常にこう上を目指して戦っているので、首位に立っているからといって、満足することもないですし、まあ、ただひたすら自分たちのサッカーを良くしていきたい、成長 していきたいというところが、みんなの頭にあるので、本当にあんまり順位は気にしてないし、それが今いい流れにつながっているので、継続して、そういうスタンスでゲームに臨んでいきたいなと思います。勝った後でもすぐこう切り替えて、こう締めるところは締めるっていう印象があるんですけれども、そういうのもやっぱり強さにつながっているんでしょうか？もう本当試合終わった瞬間にワンプレーワンプレー結構あの時こうしてほしかったとかお互い要求し合って、まあ、もちろんゲームに勝った時は喜びますけど、まあ、次の日からまた、次の試合に向けてみんなで、いい準備をしないと、そこで緩んでしまうと本当試合に出れないようなそういう緊張感もあるので、まあ、みんながいい結果を出しているからこそ生まれたいいサイクルに入っているのかなと思います。今お言葉にもありましたけど、今年は全ての試合でスタメンを変更していると思うんですけれども、そういうのもやっぱり刺激になるんですか？そうですね、やっぱり結果を出し続けないといけないっていうところもありますし、でもいいところもあって、自分がダメでも次の人がいるっていう意識で全力でプレーできますし、逆に自分が出てないときに、自分はもっとこうしてやるっていう気持ちにもなるので、それがいい方向に向かってるかなと思います。なんか好循環を生んでいるように見えますけれども、すごく精神的に疲れそうな感じがします。どうですか？そんなこともないです。本当ですか？まあ、楽しくやってます。なんか野澤さんも選手は結構きついと思うよとかって言ってましたが、どうですか？そんなある？いや、もう本当にみんなでこう補い合いながら、多分同じポジションの選手が結果を出したらみんな心から喜んでると思うし、チームとしての目標、やっぱ J1 昇格っていうところに、そこはもうみんなが強く思っていることなので、もちろん試合に出たい気持ちはみんな強く持ってますけど、何よりも勝つっていうことが、みんなの喜びなので、結構やっぱりベンチ外だった選手が試合に勝った時に、本気で喜んでこうチームの LINE にメッセージくれたりとか、そういうのがすごくいい雰囲気だなっていうふうに感じます。チームプレーっていいですね。ありがとうございます。私はそんな、なんか、はい、ベンチ外の選手だったら素直に喜べないと思います、けど、ね、思わずそうしたくなるくらいいいチームってことですよね。そうですね、なかなかないと思います。そうやって他の選手が活躍して、喜びを表現するっていうのはもちろん悔しい気持ちもゼロではないので、はい、難しいことだと思いますけど、みんなそこをなんだろうな、うまくコントロールしながらチームのためにっていうところは表現できてるのかなと思います。素晴らしいです。私はふてくされそうだなと思います自分だったらふてくされそう、どう腐るタイプです。頑張ります。よりメラメラ燃えます。はい、松橋監督、今年から指揮取られてますけれども、皆さんから見て松橋監督はどういう監督ですか？高木選手、いや本当にすごいいい人柄で、ついていきたくなるような人ですし、やっぱりその言葉に重みがあるので、みんな一人一人が言葉、監督の言葉と向き合っていると思います。
そうですね、まあ、本当にいろんなところからこう知識を得て、力さんが読んだ本から、こういう言葉があったよとか、そういうのも結構教えてくれたりして、すごく人間的な深みを感じますし、結構こう陰での努力っていうのを見てくれる人なので、そこはなかなか試合に絡めない中努力を続けてる選手はそこを見てくれてるっていうのはすごく励みになるのかなと思ってます。だからこそこう皆さん結構力さんって言ってこう親しまれてるイメージありますけれども、うん、まあ本当優しいし、うん、まあ優しいだけじゃなくて、まあ厳しいところもあるし、すごく人間的にこう尊敬できるからこそついていける、うん、なかなかあそこまでこう力さんのために頑張りたいって思えるような監督っていないと思うので、もちろんアルベルト監督も素晴らしい人でしたけど、また違った良さというか言葉が通じるっていうところも一つ前監督との違いで、すごく勉強になります、一緒にいて。なんかこう松橋監督はとにかくこうゴール方向へのプレーを増やしたいだとか、あとはこうもったいないプレーをしないようにとかっていうことをよくおっしゃられると思うんですけれども、実とにかく打ってこう 前に前にっていう意識がすごいように感じるんですけど、皆さんもやっぱりそれはかなり意識されてますか？そうですね、やっぱりその監督の要求でもありますし、やっぱりそれがうまくいって点が取れてるところもあるので、みんなでその去年よりゴール方向に動き出す人数は増えてるかなと思います。なんかこうペナルティーエリアでしっかりこう足振っていくことも大事っていう野澤さんがこの前おっしゃってたんですけど、なんかその辺の意識もかなり変わりますし、そうですね、点取りたいですしやっぱりシュート打たなきゃ入らないので、そこのあと要求しているところは多分そこの最後のところの質だと思いますね、はい。堀米選手も守備の選手ですけれども、かなりこう前でプレーされてたりだとか攻撃の起点になるシーンが多いように感じるんですけど、その辺はいかがですか？ミスしてもみんなが本当に素早く切り替えて、高い位置で奪い返すシーンがすごく増えているので、去年よりチャレンジするパスが増えたかなと。あまりこうミスを恐れずに、勝負するパス五分五分でも結構チャレンジするボールは増えてるのかなと思うので、そこら辺はまあアルベルト監督が植え付けたサッカーをベースにさらにこう切り替えで早くとか、運動量とかっていうところが求められているので、そこを表現できるようになったからこそみんなやっぱりこうミスを恐れずにどんどん前に出ていくっていう姿勢がプレーに出てるのかなと思います。いいパス来てますありがたいです。まあまあまだまだですね。なんか左サイドの連携もすごくこう綺麗にできてる時に本当こう好調波に乗ってくるっていう印象ありますけど、今年は左も右もかなり、うん、まあ、真ん中もいろんなところからこう点が取れてるので、そこはやっぱりチームとしてやるべきことが徹底されてるなっていうのは、特にやっぱりその攻守の切り替えの部分は後ろから見てて前線の選手の意識が高いので、うん、そこはいいですね。ありがとうございますかなり走ってくれてますその攻守の切り替えの速さもこう相まってか、今年36得点リーグ2番目の多さ、失点が18失点でリーグ2番目の少なさ、結果に表れてきてると思うんですけど、すごくなんかバランスがいいなって思います。どうですか？そうですね、全体でこう守備できているからこそその失点の少なさだと思いますし、あとはやっぱりこうゴールに向かう意識が出てるからこその得点の多さだと思います。だからやっぱりなんていうかな、これを続けていくことも大事だし、やっぱりさらに得点を増やすことでチームが楽になるかなと思っているので、攻撃陣を代表して頑張りたいと思います。いやなんかすごいいい
チームですね。なんか自分は攻撃の選手だから守備しないとかっていう選手がいないじゃないですか。もうどんだけ疲れてても絶対前から追うし、なんかそういうのを見ていると、あ、なんかすごいチームだなと感じます。でもそれもやっぱり自分の交代ね、うん、して次やってくれる選手がいると思うから多分みんな全力出せると思うので、そこは多分去年とは違ったいいところだと思います。なんか全てがうまく今噛み合ってますね。そうですね、はい、で今季ホームでの勝率が今 90%、 ホームで負けてないということで、やっぱこう改めてサポーターの力っていうのはどういうふうに感じますか？まあ本当にビッグスワンのこう不思議な力じゃないですけど、多分相手からしたらすごく、威圧感を感じるスタジアムだと思うし、僕たちからしたらほぼ360度、まあ、340度ぐらいですかね、オレンジに囲まれて、温かい、こういいプレーには拍手でっていういい雰囲気でサッカーできるので、そこのホームアドバンテージっていうのはすごく感じますし、まあ、ただみんなあまりこう連勝とかっていうのは意識しなくて、目の前の試合に 100% でぶつかった結果、こうただ勝利が続いてるっていうだけだと思うので、まあ、次の試合もそのスタンスは変えずに、あんまりこう数字とかを意識せずに、とにかくどうやったら目の前の相手に勝てるのかっていうところを考えてプレーしたいなと思います。本当に後半戦相当重要になってくると思うんですけど、まあ、首位で警戒される中でどういったふうにこう打開していこうと考えてますか？まあ、去年の反省を踏まえる中で、やっぱりこう自分の中では強度をもっともっと上げていかなきゃいけないと思っていて、そこは突破に力を使う強度だったりとか、あとはやっぱりこうさっき言った守備で高い位置で奪い返す強度で奪って、そこからカウンターを仕掛けるとか、そういうところで去年と違った攻撃が出せればいいなと思ってます。やっぱりこうボールを持たせると怖い選手がたくさん揃ってるということで、相当こう、ね、ファルっていうことも警戒しなきゃいけないと思うんですけど、そのあたりいかがですか？そこもそれファルに負けない強度、倒れない強度だったりとか、あとはやっぱりこう、ね、ファルされても何回も何回も挑んでいくっていうのが大事かなと思います。いかがですか、これから後半戦に向けては？まあ、前半戦ファールでこう止めてくる相手に結構苦しんだ印象はあるので、まあファールされないぐらいボールを素早く動かして攻撃するっていうところも大事だと思いますし、まあファールされてもその分セットプレーが増えるので、そこで点が取れるようになるとかなりゲームも楽に進められるようになるのかな。セットプレーの得点力っていうところは、まあ、課題というか、そこがもっと良くなれば相手も次はファールができないっていうような状態になると思うので、セットプレーは一つ鍵になるのかなと思います。今シーズン特に思うのは、本当にこうどの選手が得点を決めるかわからないっていうので、相手としては誰をマークしていいのかわからないから、本当にこう戦う相手難しいだろうなって感じます。自分が決めてチームを勝利に導くんだっていう強い気持ちを持った選手がたくさんいるように感じます。はい、ありがとうございます。僕まだ決めてないですけど。いやでも、ね、堀米選手が起点になって生まれた点もたくさんありますし。そうですね、それは何個か、はいはい、まあでもみんな決めたい気持ちはあるけど、あんまりこうなんだろうな、自分勝手な判断はしないっていうところはすごいですね。シオンとかも簡単にこうパス出すところは出してチームの流れ良くしたりもしてるんで、まあいい選手多いですね。前線ありがとうございます。なんか自分が打ってヒーローになってやろうみたいな、そういうなんかこうせこい考えの人、せこい考え違う、なんて言うんだろう、まあそう、なんか変に自分勝手すぎない、うん、でもそれもね、リキさんが細かく見てくれてるからっていうのはありますね。だからその例えばこの間の浩二さんの動きだったりとか、そのスペースを空けて他の人が使った動きとかも細かく見てくれてるからこそ、自分が点取らなくてもチームに貢献できてればちゃんと評価してくれるっていうところがあるので、多分逆に点取ってても
他でチームに貢献できなかったらあんまり評価してもらえないと思うので、多分その見る目がちゃんとしてるからこそ、自分が自分がにはならないのかなと思います。良き指導者のもとに、はい、良き選手ありという、はい、そうす名言出ました。そうですありがとうございます。後半戦これから2巡目に入りますけれども、まあ、改めて J1 昇格するためにこうお二人もすでに新潟の顔っていう感じの選手になっていると思うんですけど、やっぱり新潟で昇格したいっていう思いは相当強いですか？そうですね、まあ、僕もよし君ももう新潟長いので、このチームで上がりたいっていう気持ちは強いですし、まあ上がりたいだけじゃなくてやっぱり J1 で、もっともっと上を目指して、まあ、残留争いとかじゃなくて本当にこのチームで J1 でしっかり戦いたいっていうのがあるので、まあ去年苦しんだこの2巡目しっかりと他のチームよりも成長速度が速ければしっかり結果も出ると思うので、まあ、自分たちがやるべきことに目を向けてしっかりいい準備したいなと思います。去年の後半戦はかなりこう勝利が少なくなってきて苦しい時間多かったと思うんですけれども、こうそれを踏まえて今シーズンの後半はどういった期間にしていきたいですか？いやもうすでに個人個人がレベルアップのために後半戦に向けて準備していることはあると思うので、そこをしっかり表現できれば目標にたどり着けるかなと思ってます。やっぱり新潟で昇格したいですよね。そうですね、やっぱりここまで長く新潟にいるのでしっかり昇格したいなっていう気持ちが、ね、去年悔しかった分今年はしっかりそれを晴らしたいです。ダメですか？いやいやいや、ですか？なんかもう一声やった方がいいですか？いやいやいや、でも本当に先を見据えすぎずに一戦一戦目の前の試合に集中してっていうマインドものすごく大切なんだなっていうふうに感じます。そう、悪くはないが、なんかその欠場した割には結構なんやかんやあった割には意外とまとまったなと数字的には思うので、ゴールはペースで言ったら去年超えられるペースだなと思うのでしっかりしたいですし、まあ、しっかりアシストも増やしていけたらいいなと思ってます。確かに大丈夫ですか？すごい、うん、取れてます。ありがとうございます。なんかノリに乗ったら止まらないですよね。いや、そんな。ありがとうございます。頑張ります。ノリに乗って後半戦行きたいと思います。あんまり自分の成績どうこうってよりはやっぱりチームの勝利って感じなんですか？そうですね。だからこの間点取ったとことかも、今日誰点取るかなみたいな感じで思ってたら自分だったみたいな感じでした。でも2点とも技ありというかね。いやいやいや。いつも流し込むだけでしたっておっしゃいますけど、流し込むだけじゃないと思うんですあれは全然流し込むだけではないです、はいはい、どっちも運だったりやっぱり細かい技術だったり、でもなんか、まあ、当てるだけだったね。2点目は特に当ててゴールの中に飛ばすだけだったな。いやだけではないですね、はい、謙虚っすね。だけです。1点目はもうあれはもう流し込むだけでした。いやあれもだってキーパーが結構ドリブルしましたね。いやでもキーパーだってもうなんか立ち位置ちょっとおかしかったから、だってゴールのもうこの辺に真ん中ぐらいに入ってたでしょ、曲がって。まあまあそうですね。でしょ、最終的にはあんなところに入んないからさ謙虚の高木ですごい、本当に意外と流し込むだけではないと思います。流し込むだけ素晴らしいですこれからも言わせてもらいます流し込むだけでした。流し込みの高木で。いや、そういった謙虚な姿勢も素晴らしい。いやいやいや、そんなことないです。流し込むだけなんで、僕は流し込む。何を見習うんですか？流し込みよ、謙虚流し込みよ、謙虚さ、流し込みの方。まあまあ、数字的には逆に僕は物足りないですけど、守備が今年は良くなったかなと、うん、まあ、結構ソヤのプレー見てどうしてんだろうなっていうのを、はい、かなり参考にして見たり聞いたり
聞いてはいないですね。聞いてはいないですけど、あの反対側から見て、あこのタイミングで下がり始めてんだとか、このタイミングで体当ててんだなとか、あの一個年下ですけど、かなり守備は勉強させてもらってます。素晴らしいです。素晴らしい、はい。後半戦はどんな感じでしたか、個人的に。やっぱり試合で続けたいですね。あの連戦あるし、こういろんな選手で回してるとはいえ、毎試合やっぱり出たいので、いい準備をし続けて、あの全試合出るぐらいの気持ちでやりたいなと。疲労ってもう大丈夫ですか？前半戦かなりこう連戦あって。いや、そんなに疲労溜まってる感じないですね。すごくコンディションがいいなっていうのは今年感じますね。あのお酒飲んでないんで。あ、やっぱ断酒で、はい、お子さん生まれたとかそういうのは関係ない？関係ないですね。今年もあの好きなものをやっぱり立って、はい、立ってやってみようと思って。覚悟、はい、お酒とラーメンをやめてます。あ、好きなんですね、はい、2つ。調子いいですね。あ、調子いい。どうですか？僕はまああの別にお酒はもともとそんな飲む方じゃないんで。何やめたの？もともと飲むからさ、俺が。そうだよね、もともとがあれだったんで。飲む方じゃないんで。僕練習の前日とか飲んだらもうダメな人だったんで、そんなに飲まないし、ラーメンもそんなに食べないし。もともとが食べる。ラーメンについて聞いてるわけじゃない。そうそう、あの後半戦に向けて、はい、体のコンディションを維持するためになんか、あのや筋トレです。はいはい、筋トレでこう上げてってるんで。筋肉つけるとこう動きづらくなったりとか、そういうのは特に。そういうのはなく、もう強さでいきます。後半戦はもう強さでいきます。ちょっと強さでいきます。プレスタイルがあるの。流し込むだけじゃないですよ。流し込みの高いなんで。いや、あのフィジカルのなんていうんですか、去年こう調子も下がっていっちゃったんで、それを上げていくためにもっと。でさらにね、来年昇格した後にはやっぱ J1 で戦わなきゃいけないって考えた時に、自分に足りないものはそこかなと思って、しっかりその J2 圧倒できるぐらいの力を得るために筋トレで、はい、筋トレです僕は。パワーアップする高木選手、楽しみにしてます。やめたゴメスと やり始めた高木で。よくないな、よくないな。邪念を捨てた、あそうですね、邪念を捨てたゴメスと取り入れた高木で行きます。期待してます。頑張ります。ありがとうございました。お客さん的には後半どんなことを期待したいですか？いや、もう後半ですか。もうとにかく、そうですね、勝ちはいいですよね。勝ちたいですよね。やっぱりあの後半につれてどんどんサポーターの方の期待も高まってくると思うんですけど、 それをプレッシャーに感じすぎず、あくまで。いや、もう慣れました、去年で。あ、慣れました。去年で慣れましたもうね、もう大丈夫だよね。リラックスして自分たちのプレーを出してほしいなっていうのは、はい、一応援するものとして思います。めちゃくちゃメモしてるから、ね、試合中。そうなの。何書いてるの？俺なんかこの前ベンチ外に立った時、そこ左斜め前にいて、もうすごいよ。森安さんか桶谷さん。もう桶谷さん、桶谷さんよ。だってノートの大きさ違うの。森安さんへのメモして。何メモ書いてるんですか？あのどういう声が飛んでるかとか。あ、だから後ろからもあの高木選手の声ちらっと聞こえてて、あ、そういうとこ見てるんだって思って。俺言っちゃうからさ、黙って見てられないから。そこ空いてるとか。だから前見ながら副音声楽しんでる感じで。ブー赤いですよ。勉強になりました。高いな、すごい意識高い。偉いね。ありがとうございます。数年後にはもう指示出してるんじゃないですか、ね、選手に。上からね、こういう場で。いや、この前やって本当下手くそだったので、もう本当に恐れ多いです。これからも、はい、手を取り続けます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なのでこれから後半戦引き続き応援していきたいと思います。頑張ります。はい、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。